台風6号は今日午後6時には五島市の南およそ90キロの海上にあって、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルとなっています。県内は現在全域が強風域に入っています。県内ではすでに総雨量が8月の1ヶ月分の降水量を上回っているところがあり、宮崎市や都城市など17の市町村には5段階の大雨警戒レベルでレベル4に相当する土砂災害警戒情報が発表されています。また都城市全域や串間市全域など合わせておよそ37万人を対象に警戒レベル4の避難指示が出されています。今後予想される24時間雨量はいずれも県内の多いところで明日夕方までが250ミリ、あさって夕方までが50ミリから100ミリとなっています。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨の量が増える恐れがあります。県内では土砂災害に厳重警戒、低い土地の浸水と河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に警戒が必要です。